はい、こんにちは。ニコニコ生放送のジンギスカンさんってご存知でしょうか？ここ約10年にわたり、ニコニコ生放送のもう第一線で活躍してきた配信者なんですけども、引退したということをですね、先日知りました。で、私は本当もう結構初期の頃からジンギスカンさんの大ファンでして、もう本当にこんなに夢中になったことはないっていうぐらい、ハマってました。なので本当に今回の引退っていうのは衝撃的で、本当に残念でなりません。で、まあジンギスカンさんのことをいろいろ振り返ってみたんですけど、まあ本当にこうジンギスカンさんっていうのは常にこう明るくて、本当にポジティブで、こう見てる人たちが自然と笑顔になれる、まあそんな存在だったと思うんですね。ジンギスカンさん自身結構いろいろと辛い過去っていうのを背負ってたみたいで、でいろいろ険しい人生をこう歩んできてたんですけど、そういう辛さ、悲壮感っていうのを一切こう出さないんですね。何でもこうプラスにプラスにこう捉えてこう発信していくっていう、だから本当になんか自然と見ていて笑顔になっちゃうんですね。本当に元気づけられるっていう、そんな配信者でした。で、まあジンギスカンさんのあと何がすごいって、やっぱこう癖になるんですね。自分一番最初に見た、一番最初か分かんないですけど、本当にハマるきっかけになった配信、まあこれ YouTube の動画で見たんですけど、まあいわゆる神回と言われている、ジンギスカンさんが実家で、まあ、お兄ちゃんから逃げるっていう。で、バスの停留所がある小屋みたいなところに隠れるっていう、そんな配信なんですけど、それがやっぱ本当に神回と言われるだけあって、本当に面白いんですよね。なんていうんですかね、見てる方もこう、没入感みたいなのがあって、あと、もう本当スリリングなんですね。本当にジンギスカンさんと一緒にお兄ちゃんから逃げてるぐらいの、なんかこう本当にそういったハラハラ感みたいなのがあって、まあ一気にそっから ジンギスカンさんの虜になって、もうそっからはもう日常的にジンギスカンさんの配信見るようになって、もう何年もそれが続いてたんですけど、まあ正直本当ジンギスカンさんっていうのはもういつまでも配信を続けていくんだろうなっていう、もうジンギスカンさんの生活の一部になってたと思うので、なので本当に引退っていうのが、まあ、びっくりですよね。で まあこのまま表舞台からいなくなってしまうっていうのは本当に悲しいので、まあニコニコ生放送が難しいのであれば、まあ本当こういった YouTube とか、まあライブ配信でなくても、まあ動画っていう形でね、本当もう週に1回とかでも全然いいので、
顔を出してほしいなっていう、そんな思いですね。はい、まあそうですね、本当ジンギスカンさんには今まで元気づけられました、本当に感謝してます。またまあ近いうちとは言わないまでも、いつかさらにこう進化したジンギスカンさんをまあ何かしらの形で見れる日を本当に楽しみにしています。はい、では今日は以上ですね。はい、では失礼します。